絶対捨ててるやつ見っけねんけど、そんなことない、捨ててるやつも来てないこれ、うん、これは、これはいるんだよ、いるんかい、1時間借りてるって。あ、そうなんや、そう、危ない、危ない、ディスク1しかないで、ヘッド、どうやって帰るか、ヘッドウィール、あお猿、お猿や、お猿、こんなとこおったか、お猿とエレキング、お猿、お猿、お猿かわいいね、あ、角野さんの分身もおるそれ俺の、俺なんか分身じゃないよ、角野さん、ライブでもまだコップある、まだコップありそうえコップだこれ、コップだな、あ、ちょっとでもいいコップかも、汚い、汚い、捨てる、捨てるやつ出しといたら、じゃあそうね、いっそ自分が好きな、選ばなあかんの、ファービーも出てきた、ファービー、ファービーかわいい、で、これが iPad ね、この辺、これは何だろう、お、マッサージガン、これ使っといた方がいいで、あんなペラペラの上で寝たら、あ、これは、あ、スイッチ、スイッチはリビングだね、思い出、これは部屋かな、あ、これはね、石井さんとかでいいね、アイウェアウォッシュなど、こうなってたのかな、おお、出ました、メージングセレオンシーズンシート、こんなんに入ってるんや、かっけえ、うわすげえな、すげえな、あーすごっ、これはまあ別にどっていうか、この辺ゾリギザ、ゾリゾリギザギザ、 あ、これもスーパーテンガかな、うん、うん、いいね、テンガ、テンガ、テンガしたいわ、オナニーやろテンガしたいわ、ええ、そう、テンガするってオナニーとかはいいけど、転化したいな、珍しい人やな、あ、チュール、チュール入れてきな、ありがとう、チュール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 、オナニー何言っちゃっても足りんぞ、足りる、足りるって進んでんねんか、現時点で進んでるよ、何じゃっても足りんぞ、一日で終わんねえって、こんなこれは、あ、これもか、そのスイッチかな、うん、スイッチ、スイッチ、俺のプレス5は多分ここに置く、うん、俺自室に置いてる、オッケー、うんちが匂わない、猫かんねえから、あ、これ入れとくよ、このここにいるな、素晴らしい、猫砂とかもでもあるもんな、おしっこ砂、それこそ地形をまとめて入れる箱を買ってもいいかも、
ヒーマシーンなどってことは二つ目のバリスタが出てきそうやな。いくー、いくー。こんなの入り方も俺と一緒だ。かまし強った。なにこれ、この服もらった。もらった。なんか良さそう。なんかエロいね。エロい服もらった。人形を人形だらけ。あ、椅子に行ったって言ってて。椅子を今日こんな人形持ってたっけ。俺持ってんねん。貼ってない。うん。俺持ってんねん。なんか喋りにくくなるよ。そんな話したら。これは何、猫の友達。あ、そう。それはね、親が作ってくれ。ええー。めっちゃおかしい。よいしょ。お皿アルト邪魔しないと困るな。そうやな。そんで、あれやねんな。そのための食器やねんな。うん。だからこの、あれ食器そんだけ。あ、少ない。あれめっちゃ捨てた。捨てたし、あんまなかった。ああ。じゃあこうかな。ここに、まあこんなん入れてる、こう。はい、置いて。ああ、なるほど。うん。収納できるようにはしようかな。百均の台みたいなんでいいと思う。それ、ええやろ。なんか、セリフ言われたな。それ、ええやろ。決められた言葉喋っとんないです。大きいかな。入ると思う。何これ。あ、これでも、ただのセーター。いただきます。これはこれあれか。あ、それペットカメラですね。どこに設置するかやな。一応多分リビング、ああ俺の部屋からな。どうやろう。うん、今はそっか、今はではそっちか。だからそれで言うたらポイちゃんがリビングでしこったりしても見えんねん。俺自分の部屋でしこるやん。俺って見れるね。それも俺店にかかってたのおかしい。ありえへんやろ。だからハフの自然上がリビングになってくれると嬉しいんけど。そうね、分からんけど何か詰め込まれ、あ、大事なものっぽくは。うんうん。これは、あ、あ、あ、これあれか、パーンって出るやつ。ザラ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 と出てくる。これでもこっちを取った方がね。ありがとう。これ何の線かがわからんな。あ、それはね、あれ餌のやつ。あ、餌のやつ。オッケー。それはもう俺も一緒の箱に入れた。それはさすがに。さすがにね。そんな、まだ舐めてなかったけど。天玉や。おもちゃとか人形とか多いね。恥ずかしい。テレシア猫の、シルテレシア猫のお母さん絶対いるよ。差し入れ。最高や。めっちゃいいよ。シルバニアファミリー。セットも買って、ちょっと本格的にちょっと作りたいなっていう。うわ、めっちゃええやん。うわ、フォールガイズおる。フォールガイズってグッズあんねん。あ、でもなんかステッカーもらったの俺も。フォールガイズやりすぎて。どんだけあんねん、俺ちっちゃいやつ。ちっちゃいもんが多いの。ちょっと待って。こんなシンプルな。
シンプル熊置物ある。なんか今までそのキャラモノやったから俺目をつむってきて。あとさっきスルーした犬な。犬犬犬と熊はいつ飼ったの、もらったの。これはね、飼った。いや、魅力はあんねんけどさ。いいなと思ったけど、犬は特に。そしたらリビング並べるか。茶かや。これ何かけてるんですか。これはでもまあ、あ、それね、マジで危ない。玉入ってる。玉は入ってないけど。入ってるわ。入ってるか。危な。でもロックがかかってると思う。へー、あ、これか。あ、これな。木の棚とかやったらガスか。5ミリぐらい、へこむぐらい。そう、危ねえな。マガジン抜いとくか。一回ザザで、うん、これをなんか楽屋で貼ってて、ほんでホルダー抜いて、うんうんうん、ウサギにこう打つ振りして、でも本体の方に1本入って持ってて、ウサギのふくらはぎにバーってメイチして、でもザザザの楽屋やから、その時に乗ったもしてたから声出せんから、ずっと声腕噛んで声出すの。ウサちゃんが作られてる。それそれマジでおもろかった。文人がでもほんま危ない、目とかだったらマジで危なかったな。ほんまやな、顔にやってたら今思い出したら怖い。ただマジで思った。あれ結婚指輪出てきたけど、あ、それはね、ざまんかった。おー、ほんまや、園芸グランドスラムか。園芸か。へ、結婚したかと思った。結婚したとってそこに入れとかよ。俺そこに入れても失敗してんじゃん。確かにな。多いな、キャラモン。キャラモン並べ台が必要なぐらいあるよ。ボードゲーム。ボードゲーム意外と箱2つぐらい。そうね。四角いから、ああ、入るんか、そう縦でいける。全部球体やったらえげつない箱になる。球体だ。選べよ、買うの。そう考えたら四角って最高やな。四角はいいな。よし、なにこれ。あ、遊べるんや。うわ、俺でも楽しい。これあと全然集まる。え、これがちょっとやつする。でもいきなり遊びブームが来るときあるから、うん、ここにこうなって、出してもらっていいですな。鍋など、鍋などもあげるか。ああ、これの、あれ鍋はあるよ。鍋が俺のあるから2個目。なるほど、そっか。鍋捨ててもいいかも。うわ、あ、フライパン綺麗、めっちゃいい。俺も捨てようかな。もっと捨てようかな。俺も汚いわ、捨てよう。船のところにボンと置いといたら多分大丈夫。最高。これが猫でさ、これなんやろ、これも猫グッズか。いや、面白い。ドリンキングラッキーバードとは書いてるけど、置いときたいもの。
これはいるわ。いる？あれ？お中の元気てるわ。そうそう、だから大量中。じゃあバラして入れとくか。箱はいらんもんな。でも引きあるから。いや。どうなん？順番にまあ消化していきたい。どうしようかな。これが。これでも2024年の5月までいけるで。うん、めっちゃいけるんちゃう。でもチョールってそんなあげへんの。俺は頻繁にあげへん。俺は正直食べたくない。2日に1本ぐらい。ああ、揚げすぎは多分絶対うまいから中毒みたいになるんじゃん。ちょっとじゃあ分からんけど、ここ入れとこよ。本当だ、多分ジャンクフード的な感じ。ああ、そういうことか。猫のニュアンスとしては猫の安心扉ロックが必要な場所がなさそうでは。テレビとか、これ、あ、これ開けるの。そう、開けよ買ってる人そういうの言うけど、それもう開けよって。おっさんがこれいいやん。これいい。じゃあ、で、これを入れちゃおう。入れちゃおう。よし。これは？これもチューレ。ピューレ。ピューレ。ピューレとチューレが違う。コーヒーどこ行ったっけ。ああ、何かと思ったっすね。この荷物の荷って書いてる。それこれ開けてる。な、分からんねんの。俺書いてないよ、これ。あ、なんかゴミと分ける用のやつなんだ。猫がいる。ああ、袋とかをまとめてくれたよ。あ、それこそ猫グッズだ。これをボール、ボールなど、ボールなど、もう一個だから台があればいっぱい置けるな。